皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今日はですね、商品紹介というかですね、車両に関するね、ちょっとこう店主雑感みたいな感じでお話をしてみたいと思います。で、以前ですね、ちょっとお客さんの方に、ね、走り系の折りたたみ車としてね、南風自転車店さんでは、KHS の F20 とね、タルタルーガのね、タイプ S を両横綱みたいな感じで紹介されてますけど、まあ、どんな風にちゃいますかというようなことをね、お話に、お尋ねいただいたことがありまして、で、ちょっとね、簡単にお話をしたんですけど、その時のこともね、ちょっと思い出しながらお話をしてみたいと思います。で、以前ですね、ブログの方でですね、タルタとね、F20 の違いは、僕は10代の頃に結構オートバイが好きでしたので、川崎重工業のですね、川崎 Z400FX っていう単車と、ヤマハ発動機のね、RZ250 のようなもんですね、というお話をしたことが、あります。で、Z400FX の方が、このタルタルーガのタイプ S で、RZ250 の方が、この KHS の F20 ということになるわけです。で、その心についてね、ちょっとお話をしてみたいと思います。で、Z400FX の方はですね、ちょっといわゆるグランドツアーラーというかね、車体がわりかしドーンと堂々としてて、前輪の径もね、わりかし大きめの設定になってまして、直進安定性というかね、高速安定性というか、そういったところの方をどちらかというと、目指したような、堂々とした風格というか、なんかそんな感じの安定性というかね、いうのを、ちゃんとこう、考慮に入れた、車両だったというふうに聞いております。で、その対する RZ250 っていうのは、F20 になるわけなんですけども、その RZ250 っていうのは、サーキットでね、ビュンビュンね、レースで走るために、編み出された TZ250 っていうのが当時レーサーとしてあったんですけど、それをですね、いわゆるね、市販車にその性格というか、それをもろに持ってきましょうというようなのでできているということです。で、いわゆるね、馬力とか重量とか、その辺から弾き出される、走りの素質っていうのは大体まあ似たような感じになるんですけども、走って人間が操った時のその感じ方、性格っていうのは結構ね、印象が違う車両というようなことになったんだというふうに聞いております。で、今さっきお話したように、タルタの方はね、どちらかというとこのドシッとした安定感があってとかっていうような感じだと思うんですけども、F20 の方はですね、まあもちろん安定感あるんですよ。安定感はあるんですけども、その人のですね、意思に結構俊敏に反応してくれるようなハンドリング。まあね、最初からこのブルホンバーがついてるという設計思想からもわかりますけども、より前傾姿勢で、ぐいぐい行ったろかというような気にさせるような、その血脇肉踊らせるようなですね、演出が、どちらかというとされているなというような印象でございます。というのが南風基準のお話でございました。でですね、そういう走りのね、折りたたみ車と言われているものって他にもね、いくつもあるんですけども、この2車にね、共通して素晴らしいのがですね、長距離乗ったろうという気にさせる、性格っていうか、疲れにくさとか、いうことをちゃんと考えてありますということです。これ両車ともね、設計なさってる方とちょっとお話をしたことがあるんですけども、やっぱ車輪が小さいことによってね、700C とか、レーサーとか、あれに比べるとどうしても自転車に乗ってる時間は長くなると。ということは、長時間、長距離、乗るときに疲れにくいような何かをせにゃいかんということは、両方とも考えてらっしゃるということです。で、F20 なんていうのはね、レーサーみたいな仕上げになってますよと言いながらも、そういうね、疲れにくさとか、そういう演出もちゃんと考えてますよ、というところはね、非常に奥深いところまで考えられている車両でございます。で、そう考えればですね、両車ともですね、小径折りたたみのね、スポーツ走行っていうのを目指したものとして、非常に的確なところを抑えていると
考えていいと思います。であればこそ F20 はね、確か来年で販売から20年、タルタルーガに関して言うと来年で販売がもう16、7年ぐらいになるんじゃないですかね。両社ともロングセーラーであって、多くの方からね支持されて、長く長く、使われているという風になっているわけです。で、最近ね、もうね、折りたたみの車両の世界もね、なんだかんだ言いながら成熟してきましたので、なんかそう、新規のね、ものっていうよりは、年月に現れた、いろんな人からね、支持された、そういうなんか蓄積のあるものでなければ、もう、だんだん世の中から受け入れられなくなっていくんじゃないかなと思うほどになってますので、本当にいいものを長く使いたいというふうにお考えの方は、ぜひぜひね、この両者、店頭にね、試乗車ありますので、お試しになっていただきたいなというふうに思っております。